世紀末的ラジオ番組です、はい、もう3回目でございますので、はい、もう慣れてきたでしょ。だいぶ慣れましたね。少なくともおじさんには慣れてきたでしょ、はいね、あとは何になれない。あとはゲストの皆さんですね。緊張しますね。緊張するよね。だって先輩しかいないんだもんね。先輩しかいない。今日も、はい、怖い人がいるんだよ。いやもう全然怖くないです。中村君。全然怖くないですよ。いや嘘だよ。あんな顔も怖いし体もでかいし。まあまあ本人は全然至って怖くない人ですけどもね。はい、いや新人は怖いのかなと思って。いやなんか、うん、その初めてこの現場でお会いした時に挨拶をしに、うん、行ったんですけれども、うん、その時に本当に気さくにというか、うん、あおはようございますみたいな感じで、あ、うん、よかったと思って、よかったよかったってなんだよ。いやなんかもっとしゃべりかけんじゃねえよって。そんな感じなのかなって一瞬なんかそんなやついないよ、まあ、多分だけどいないと思うけど。はい、ということでね、はい、ゲストさんも来るので、本日も楽しみでございますが、はい、そろそろ始めていきましょう。本日もではでは、ここからですね、ゲストさんをお迎えして。大丈夫？大丈夫です。呼んで平気？おっかないもんね。いやいや、そんなことは全然ない。顔がおっかないもんね。じゃあ呼んじゃうよ。はい、お願いします。この方です。はい、一ノ瀬グレン役の顔が怖い？顔はね、怖い。あ、そうですか。これはね、自覚した方がいい。中村英一です。中村くんでございます。はい、ありがとうございます。言われたことないですか？言われたことですか？うん。いや、ないかな。嘘だね。嘘だ。顔が怖いし、体はでかいし。本当ですか？なんかね、この間も、うん、新宿で、うん、マスクをして、うん、ちょっと人を待ってたら、うん、声をかけられて、うん、中村さんですよね。拍手いいですか？って言われたんですけど。その後友達と合流して、うん、なんか声をかけられたんだけど、この状態で俺って分かる方すごいよねって言ったら、いや分かりますよ。分かるよ。分かるよ。でもほら、ね、なんかこう、リアルの知り合いがさ、二、うん、人とかがこう、うん、あって言うのはまだ分かる、うんうん。全然知らない人が。全然知らない人が分かるって、うんうん、ね。いや、分かるんだな。分かりますどっから見てもだよ。ああ、そうですか。ちょっと見直さなきゃな。そうだよ、そうだよ。ちょっと見つめ直しますね。そうだよ。さあ、梅ちゃん。はい。笑ってばっかじゃダメだよ。そうですね。笑ってる場合か。怖いよ。大丈夫。はい、じゃあ、わしだけって書いてあるここを、じゃあもう梅ちゃん読んで。はい。見る楽しみを奪うことになっちゃうかな。なんでこんな早めのゲストなの？知らねえよ。俺が聞きたいよ。言えること言えないことがさ、放送前ですから、ね、それを言うと、なぜこの人パーソナリティだろう。あ、そんな、よく言うね。まだ、だってまだこの人何役なのかね、発表されてないんだよ。そうそうそう、台本見たら、うん、いやー、僕は何でしょうね。僕は梅原ですけど、何者でしょうねっていう流れでずっと台本がついてるから。そうなのよ。だから、これ一番本人大変じゃねえか。そうなの。だからね、アフレコ現場でなんて密な、どういう感じっていうのね、言えねえし、煽り番組としては、そうですね、今んとこ失敗だね。煽れてない。だって謎しかねえんだもん。こちらグレンが主役のお話というのもございますが、はいはい、グレン、どんな人？一番最初オーディション受けに行った時に、うん、音響監督さんから、うん、あ、そんな感じでなんか俺様な感じが出てるからいいね、うん、ただ、うん、今だとちょっとお兄さんに聞こえるから、うん、お兄さんじゃなくてこの主人公たちに対して大人としていてっていう演出を受けたんですよ、はいはいはい、でその話をこれのお披露目のイベントがあったんですけど、はい、その時に原作者の、鏡さんと話した時に、はいはい、っていう風に僕演出受けたんですって言ったら、うん、はぁ、深い音が出てきて、漏れて、何か漏れちゃった。どうしたんですか、なんか、ずれてましたって聞いたら、ありがとうございます。ビビってたんじゃないの、大丈夫？いやいや、ビビってたんじゃないの、通過の中だから。いや、なんか、そうか、そういう言葉が一番的確にキャラを捉えてるなっていうのに、その、原作者すらそこで気づいたんですけど、だから、それぐらい現場のスタッフたちも、この役に対してのこう取り組みというか、考え方が、こうだいぶ掘り下げられてるみたいで。なるほどね。そうなんです。グレンはみんなの兄貴じゃないんです。うん、大人としているんですね。なるほどね。でもそういう演出みたいなのがちょっと間違えちゃったらね、確かにね。そう、ね、原作の方とね。そうそうなんです。ずれが出ちゃう。ちょっと違うんですよね、みたいなのが出てくるんですけど、そこがまあ的確に指示として受けてたので、あ、これはなんかいいな、みたいな。その話が聞けた時に。ねえ。
なんかこう皆さん本当にそのまだゲスト3人目ですけど、皆さんが自分の役に対して愛情もあるし、この作品ちょっとすごいよっていう風に言ってくれてるんですけど、現場はどうですか？現場ですか、うん、ちょっとわかんないですね抜きだもんね。いやいや、いるよ一応いるよ。だってもう、一緒に仕事してんだからね。うめちゃんも、うん、こんな爽やかな顔してるけど闇あるかもよ。今いくつなの？僕23です。23なの？あ、24になりましたね。あ、そうだ、24になったばっかり。このタイミング？そうそうそう、あの24ぐらい。そう、24になったばっかりですね。はい、うん、若いの、若くて鼻筋が通ってんのねえ、男前いっぱいいっけどね、この業界。この業界の男前のラインナップと違いますよね。そうなの、この業界のほら男前だんだんほら軽くなっていくじゃん、キャラクターも。そうですね、なんか様子がおかしくなるんですよね、ケン君とか。あちゃじゃないよ。それでもケン君はまだ向こう側ですよ。向こう側、大きな川の向こうにいますよ。そうなんだ。ちょっと足使ってるけどっていう状態なだけですよ。まだ、まだね。まだ。だから信長くんとかは、島崎信長とかは完全に渡ってきちゃったんだっていう。そうだね。そんな感じはしませんでしたけどね。本当に。はい、から立派にこっち側ですね。なんかね、闇が絶対あるはずなんだけど、まだ見せてくれないの。いや、僕はもう闇だらけですよ。口では言うのね。でもまだ見えない。そう、なんか行動でも爽やか。そう、爽やかな。なんかじゃあ、梅ちゃんから、中村くんに、怖いと思うけど、はい、質問とかあったら。その枕言葉いらない。怖いと思うけど。目を見て、目を見て。今んとこだって俺ばっかり見てるんだもん。何でも教えてあげる。おっかねえ。そうですね。結構真面目な質問なんですけど。真面目な質問か。どうしようかな。僕は中村さんの出演されてる作品とか、いろいろ見てきて。うん、24歳でしょ、はい、何ぐらいかな。何ぐらいだろうね。でもね、アニメハマったのが随分後なんだと思うんだ、きっと。後ですね。ただ結構昔の作品とかもこう見たので、有名どころをこう、いろいろ見てた。なんだろう。なんかそこで思ったのが、中村さんは本当叫ぶのが、うまい。辛いんだよ。すごいうまいなと思ってるんですけど。辛いところもあるんだよ。そうなんだ。そうなんですね。よくでも叫ぶ。って喉弱いじゃない。ガラスの喉じゃない。僕は本当に叫びの演技とかするとすぐ喉が痛くなっちゃうんですけど、やっぱり痛くはなっちゃうもん、痛くなるしね、鉄の味がするんだよ。血が出てんじゃねえかよ。血が出てんじゃん。確実に血が出てるんだよ。え、マジで？本当に？いや、ありますよ。俺今までね、アフレコ中に、あ、多分俺このまま死ぬんだなと思ったのが3回あるけど、やっぱ叫びの最中。3回って割とだね。3回ある。一つはゲームで撮ってる時に、俺これちょっと死ぬかもしれない。ゲームでしかも、ちょっと休憩しましょうって言える環境じゃない、ゲームだったら。だからもう無理かもって、ちょっと心臓バクバク言い出した。声優ってそんなに、高いですよ、声優は。みんな、そうなんだ。意外とね。じゃあもう上の叫ぶ人なんて本当、すごいね。うん、そこはもう避けられないんですね。でもその声だとそこまでないかもね。でもこの声の帯域だからこそ叫ぶと普通よりもより負担がかかるかもよ。そう、僕はどっちかというとガラっちゃうタイプ。低い声はね、低い声は度数を聞かさないといけなかったりとか、ね、そうだね。もうなんかこのラジオのなんか帯域が低い今、はい、低音になってるからさ。なるねいけるね、いけるね辛いけどもうこれで辛いんだ。わざとガラガラ声の役もあるじゃん、最初から。ありますね。ずっと言ってるような声も、ね、してたりとかね。あとね、なんだろうね、低いと使う酸素量も多いから。そうか、そういう苦しみはあるのかもしれないし。そうだね。あと、まあ、多分ね、セラフでは言われないと思うけど、はい、別な現場で、はい、多分ね、その叫び方、そういうかっこいい低い声だと言われるのが、もっと人間で叫んでくれるって言われる。え、何それ？あー、え、何それ？ヒーローじゃないんだよって。そう言われてもね。うん、こういう声の持ち主なんだもんね。なんかその、だから、気張って、うわーみたいに言うと、いや、だからそれヒーローでしょ、これ普通のサラリーマンだから、普通のサラリーマンが必死に走ってる時にそんなかっこいい音出るかな。怖え。でもそれやっぱりほとんどの声優さん言われるんです。そうなんだ。もうみんなかっこいいから、で、
音がちゃんと出ちゃうから、はい、明瞭に、うん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 、だから決まりすぎてる。なるほどね。まあでも舞台の上だとしてもいろんな表現があるのと同じで、歌舞伎があったり新喜劇があったりと同じで、どっちもできてるよっていうことなんだ。そうなんです。この役にそれいらないんだけどね、うん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 、もっと自然にって言われても自然にやってるつもりだったなって。へー、おっかない。今のうちに高い声練習しとけっつってでもまあ無理に高くやれって言われることなさそうですよね。そうね、多分そうですよね。僕ぐらいだとやっぱあるんで、はい、全然。あ、そうか、ちょっとそうもうちょっと高くなりますみたいな、うんうん、そんな簡単にいかないんですよ、ね、こっちもねみたいな生まれてこなかったずっとこいつとずっとバディと一緒にやってそう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 すごい高いのも求められたり、はい、なんかいかつい軍人みたいなのとかも、あ、だからそっちはあるかもね。あ、いかつい方ですか。いかつい軍人、おい来いよみたいな。あ、今ちょっともらっちゃった。ちょっとおい来いよ言ってみて。おい来いよプロレスラーみたいな。おいおうだろバカ野郎メールとか読みますか。読みますか。一応読みますか。メール一応読みますか。はい、ペンネームしおりさんからいただきました。ポップにね、ポップにね、はい、いつもおわらじ楽しく見させていただいております。見るもんじゃないけどね、はいはい、私は今高校1年生で期末テスト中です、うん、このラジオが流れている頃には期末テストは終わってしまっていますが、中村さん、梅原さん、鷲崎さんの得意教科、うん、苦手教科を知りたいです。よろしくお願いしますいいね、こういうの久々だな、こういうメール。ほんとだっていつも思うんですよ、素直な気持ちね僕の、うん、それを聞くと何になるのって好きぬ興味だよ、仕方ないや。知りたいんですよ。好きなアイドルの飼ってる猫の名前とか知りたかったじゃん。だからね、僕それがなかったんですよ。え、嘘だ。好きなアイドルとかなんかその追っかけるがなかったから、あの何メートルあるとかそんなのは覚えてたけど。だから逆じゃない。何メートルでもいいじゃんって言う人は言うんで。そうか。でかいっていうの見えていいじゃんって言うんですよ。言われたら悲しいもんな。そうだよ、だから特に科目と、はい、苦手教科ね。苦手教科ね。はい。そうね。まず体育が得意だった人はいるのかい？体育、うん、得意と好きは違うしな。あ、好きは好きだったんだ。いや、あれ部活は部活、僕は吹奏楽部でした。見た目通りいや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 、何チューバー、ユーフォニウム。あ、でも割と遠くはない、うん、遠くない。あれの ね、子供ぐらいのサイズ。マジでユーフォニウムでした。知らなかった。学部やめんだ。じゃあ いえ全部振ってましたどーれって書いてこの間ノラブラバンじゃんこの間コンサートに行って、そのブラスバンドのコンサートに行って、はい、席がすごい特殊で、はい、演奏隊の上なんです、真上。だから見下ろしで全部見えるから、みんなのスコアを見てたんですよ。誰もそんな感じなかった誰もドレミとか書いてある。びっくりした。うお、読めんの？当たり前だよ。当たり前だよ。瞬間で読めん、すっげえみたいな。得意科目。得意科目、僕は物理でした。おお、物理が得意。理系じゃん、理系。理系だったんで。なんでこの道に？ね、珍しい。もっといい道があったと思うよ。本当儲かんないからね。ちょっとやってくださいよ、まだ。いや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 、トップは儲かってるよ。トップは儲かってるよ。どうでしょうね。もう分かってるよ。たまに楽屋でなんかその話で俺終わっちゃうんだもん。そういう話俺なんかもう入って、なんだこのレベル違うよと思って入っていけないんだもん。在宅の話とかしてるよ。そんなやつイベントの楽屋でしないでしょ。いるよ、いるよ。いないよ、いるよ。転がし方の。苦手は苦手。苦手。僕、体育は苦手でした。ああ、そうなんだ。運動神経本当に悪い。うわー、神様って残酷だね。この見た目で。本当だわ。本当に全然ダメ。飛び箱とかガッシャーってなっちゃう。でも機械体操だけはできたんです。あ、そうなんだ。何なんだろう、ね。体が軽かったんで。ああ。何が苦手だったの？もう球技とかは、ね、球技全般はダメです。球技、格闘技、格闘持久系とか全部持久系もダメです。ああ、なるほどね。そうだね。いや、中村くん苦手なやつ、うん、苦手なんだろうな。社会かな。社会の先生が中学校の時に口癖がえって言うんですよ、うん、で次えもうずっとえって言うからだんだん気になりだしたらもう何にも身に入ってこなくてえの回数をねずっと数えて正の字で正の字で、で40何回言ってるなみたいな。ってことは1分に1回はあれを聞かされてるのかとか思い出したら、なんかもう授業どころじゃなくてドロップアウトですよ。でも俺も中学校の時の社会の先生が超嫌いで、うん。